子のハッピーチー。さあ今週も始まりました、はい、ハッピーチのコーナー。もちろん改めましてこのコーナーは、はい、このコーナーはおしゃれなランチが楽しめるお店や素敵な雑貨があるお店などなど、行ってみればきっとハッピーな気持ちになれるスポットをご紹介するコーナーです。はい、はい、ということで今回私たちがお伺いしてきたのはですね、はい、なんと常総市にあります彫刻専門店夢アートさんに行ってまいりました、はい、そうなんです。で結構あのカフェだったりとか、うん、料理のお店が多いんですけれども、はい、今回はねこういった彫刻専門店ということで、はい、とっても気になるネーミングだと皆さん思うんですけれども、はいはいはい、こちらですね、いろいろなご紹介とともに私たち公式ブログの方もこのように書いておりまして、はい、キラキラ TV のオフィシャルブログ、こちらも合わせてですね、はい、ご覧いただければと思いますので、ぜひご覧ください。ご覧ください。はい、それでは早速こちら夢アートさんの方をご紹介してまいりたいと思います、はい、まずはじめのお写真こちら。はい、ということでこちら真ん中にいらっしゃるのが、うん、代表の小島貴夫さん、はい、なんですけれども、小島さんありがとうございました、はい、こちらの夢アートさん、こちら5年前にオープンしたお店ということで、もともとこの小島さんが住宅の冊子屋さんを営まれていたということで、うん、びっくりですよね。また全然こう違ったようなジャンルが違うような感じがするんですが、うん、はいはい、まあ、以前からですねウェルカムボードですとかそういったものを彫刻して作ったりとかはしていたそうなんですけれども、はい、ある時巨大な彫刻ガラスに魅せられて自分も作りたいというふうに思って、うん、それがきっかけだったというお話をされていらっしゃいました。はい、彫刻ガラスですごく巨大なものってなかなかないですよね。ないですよね、はい、本当に小島さんもこう東京都内の方で、うん、その巨大な彫刻ガラスをご覧になったそうで、はい、ね、そういったものから見せられて始まったということなんですけれども、うん、でこちらの彫刻の技術を取得するためにですね、はい、小島さん修行なさりまして、はい、なんと木瀬ガラスという工芸品の技術を取得されたということなんですね。この木瀬ガラスの木というのは、まあ、かぶるというふうに書いて木瀬ガラスと読むということなんですけれども、はい、こちらのお写真にあるようにもともとは色がついているガラスを掘っていくとこのように白っぽい感じになって、うん、なので白いところが掘ってあるところなんですって。そうなんですよ ね。でこの柄を作っている技法になっていまして、はい、平面の状態にこう掘るよりも立体的にこう柄を作っていくのがとても難しいという話をされていました、うん、やっぱりこのね、うん、あの丸いものを描く時のこの影だったりとか、うん、そういうグラデーションの部分とかがすごい難しいとおっしゃってましたよね。そうですよね、うん、このねあの瓶の方でもねちょっとこう柄にグラデーションがあるのが皆さんご覧いただけると思うんですが、はい、そういった色のねこう濃淡の濃さなども彫り具合によって、ね、うん、彩られているということですごいですよ ね。修行の賜物ですよね、はい、そしてこちらの技法の方なんですがサンドブラストということで砂を当てて彫刻していくということなんですが、うん、どのようにやるのかねすごく気になったので、はい、私たちに見せていただきましたということで、こちら作業しているところなんですが、はい、このように箱のような機械の中にですね手だけを入れて、はい、その窓から中を覗きながら作業されるという技法なんですよ ね。初めて見ましたよね、はい、で中の方も拝見させていただいたんですけれども、はい、このように彫刻の方は行っておりまして、中の絵映りますでしょうか、はいはい、このような感じ で瓶に、ね、ちょうど彫刻を、ね、されていらっしゃいますけれども、この彫刻の方はですね文字などのデザインはもちろんなんですが、はい、なんと手書きの文字、うん、すごくないですか。そうです、本人の筆跡ですからね。筆跡も彫れるということで、うん、さらに手形、はい、よくあの墨を、ね、手に塗ってこう手形とかやりますけれども、はい、それも彫刻ができる。さらに足形、うん、さらにはなんとお写真なんかも彫れるということで。そうなんです、顔写真も OK なんですよ。すごいですよ ね。そしてこちら彫るものの方ではですね、主に鏡ですとかガラスをメインに彫刻されているということなんですけれども、はい、まあ小島さん曰くなんと硬いものなら何にでも彫刻ができるとおっしゃっています。すごいですよ ね。本当に石でも何でもね彫れるということで、うん、なんとですね珍しいものでは、はい、デニムのパンツ、うん、ですとかあとなんと生卵の殻にまで彫刻をしたことがあるということで。皆さんゆで卵じゃないですよ、生卵ですよ。生卵です。さらにね、うん、こう柔らかいというか、はい、壊れやすいと思うんですけれども、うん、そういったものにまでこのサンドブラストで彫刻ができる技法を技術を取得されている素晴らしい技術ですよね。すごいですね、うん、ということでなんでこの小島さんの技術がすごいのかと言いますと、はい、なんと全国のサンドブラストの作品コンテストで、はい、最優秀賞も受賞されたという腕前の持ち主だったんですね。すごい素晴らしいですよね。
ということで実際にこの最優秀賞を受賞された作品見させていただきました。こちらということで、うん、こうテーブルなんですけれども、はい、テーブルの真ん中にはまるでこう池があってその中で鯉が泳いでるように見えますよね。真ん中に、ね、こうガラスがこうあって、はい、これ彫刻ですからね皆さん。本当ですよ、彫刻でこのような柄を作っているということで、うん、隣には、ね、石も敷き詰められていて本当にまるで池のような、ね、デザインになっておりました。躍動感触れております、はい、こちらが最優秀賞に輝いたということですね、はい、その他にもですね巨大なガラスへ彫刻したもの、うん、ね、あの初めに小島さんが見せられて彫刻を始めたというきっかけにもなった、はい、こういった巨大なガラスへ彫刻したものやその他にも様々な作品が置いてありました、はい、この夢跡で取り扱っている商品ですね、主にブライダルですとか、うん、いろいろなお祝い品そして記念品などが多いということだったんですけれども、はい、そのたくさんある商品の中で今回小島さんに、まあ、今の時期おすすめの商品をメインにご紹介していただきました、はい、まずはこちらじゃーん、じゃーん、こちらハートのヘアカップということなんですが皆さんお分かりになりますか。よく見るとこの真ん中がねハート型にくぼんでるんですよね。分かりますか、分かりますか、こちらねあの実際にドリンクを入れてみるとこの真ん中のお写真のような感じで綺麗なハート型が見えてくるんですけども、はい、不思議とね飲み物を注ぐと魔法のように現れるハートはね、うん、大人気の商品ということでおっしゃっていました、はい、こちら素材がですね有田焼きでできていまして、うん、この販売店舗の方も限られているということで夢アートソンの方でも、ね、買えるというのがすごく貴重な商品だということです。はい、そしてこちら高温でしっかりと焼き上げているので強度がとても強く壊れにくいことから縁起物としてお祝い事などによくプレゼントされているそうなんですね。そしてさらにこちらのカップの脇とかにいろいろと名前を入れることもできまして、はいはい、さらにアートもできるそうですのでこの辺もねこう、うん、ただ世界に一つだけのカップになって素敵ですよね。はい、そして、まあ、来月3月14日は、はい、ホワイトデーですので、そうですよ、そういったねこう、うん、ペアのハートのカップをホワイトデーにプレゼントされるのも素敵なんじゃないでしょうか。素敵、はい、なんとこちらのハートのペアカップはお値段6000円ということで、うん、ね、思ったより結構お手頃ですね。そうなんですよね、はい、もうちょっとするのかと思ったら、うん、はい、この価格でございます。はい、はい、さらにはい、はい、続いてご紹介いただきましたのは、うん、こちら、はい、こちらですねボトル彫刻、ボトル彫刻、はい、瓶のボトルに彫刻をされているんですけれども、うん、すごい、こうお誕生日だったりとかそういう お祝いごとにこうプレゼントされる方が多いみたいで、うん、なんとですねスワロフスキーなどの装飾もついているそうなんですよ。本当ですね、なんかこうキラキラしてますよね。そうなんです、すごいキラキラしてて可愛らしくて素敵でした。でこちらね皆さん見てください、はい、この靴、ガラスの靴、ブルーの、はい、シンデレラに出てきそうなガラスの靴ですよ。まさにシンデレラじゃないですか、ね、このガラスの靴のデザインのボトルすごい素敵ですよね。すごい素敵、ここにもさらにこう彫刻を入れてくださるそうなんですけれども、こう中身あのリキュールが入った色がついてリキュールの入った、はい、あのお酒のボトルなんですけれども、お酒こちらねあのお名前なんかを彫って、はい、こう飲んでる時も楽しいんで、飲み合ったらこちら飾っていただいて、いいです ね、はい、インテリアとしてもとっても可愛らしいと思います。確かに、ぜひ皆さんあの男性の方、はい、こちらこのね女性の憧れの象徴でもあるシンデレラのガラスの靴、はい、こちらにお名前、お二人のお名前を彫って指輪と一緒にプロポーズなんてどうですか。素敵じゃないですか、もう一発ですよ。本当ですよね、もう、はい、女性はお喜びなんじゃないでしょうか、はい、このガラスの靴だけじゃなくてこのボトルの彫刻なんですけれども、はい、なんとですね、はい、3500円からできるということで、意外にお安いですね。そうなんですよ、意外とお安くできちゃうそうです、なるほど、はい、さあそして続いてご紹介いただいたのがですねこちら、はい、いろんな記念品もね今の時期やっぱり卒業シーズンですから、とってもね人気があっておすすめですということだったんですが、はい、こちらの方は卒業記念の写真立てということですね。いいですね、はい、お写真をねこちら入れていただいて、うん、そしてこちら側にはねいろいろとお名前をね、はい、持っていただいて卒業の記念にしてみてはいかがでしょうか、うんうん、さらには記念品の中でいろんなスポーツ大会などの記念品もこちらありまして、素敵ですよ ね、これもういただいたら嬉しいですよね。本当ですよね、うんうんうん、こちらお皿の方にはねお写真の方のイラストも描かれていたりですとか、はい、あとはねこういったサッカーボールとかのガラスで彫刻をされているというのがまたクリアでおしゃれですよね。おしゃれ、はい、はい、こういったね記念品の方もなんと3000円からこちらお作りができるそうですね。はい、さあ続いては、はい、続きましてはね、はい、先ほどからもお話しながっているようにこちら、うん、ウェディングのウェルカムボード、ウェルカムボード、はい、かわいい、
ね、先ほどボトル彫刻でプロポーズと言いましたが、めでたくゴールインした皆さんにはぜひこちらのウェルカムボードね、はい、おすすめなんですが、うん、このね、あのご結婚される方によってウェルカムボードって結構個性が出るので、そうですよね。この鏡の彫刻、こちら鏡なんですけれども、うん、はい、鏡への彫刻のこのウェルカムボードもぜひぜひいいんじゃないでしょうか。素敵ですね、はい、お写真なんかもね入れられるっておっしゃっていたので、うん、私だけじゃなくてお二人のお写真を入れたりもね、はい、素敵かもしれませんね。ぜひぜひ、はい、でこちらね、あの、はい、商品をたくさんご紹介したんですけれども、なんか高いイメージがあったんですけど、うん、本当ですよね、それぞれが、はい、どれもリーズナブルなお値段なんですよね。確かにびっくりしました。そうですね、ということで、ね、こう意外とリーズナブルにいろんな彫刻ができるという発見もあったんですけれども、なんと小島さんから最後にですね、はい、私たちにサプライズがあったんですよね。そうなんですよ、サプライズがあったんです。そうなんです、こちら、はい、なんとイバキラ TV のアナウンサー4人全員にですね、はい、小島さんからプレゼントをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。わかりますか、イバキラ TV って書いてあって、はい、うん、ね、ももちゃんとか私とか、ね、はい、ひとみさん、ジェムさんのお名前も彫ってある。ひとみひでき、はい、そのストラップをいただきました。本当にありがとうございます。ということでね、最後に3人の写真の方も撮っていただきまして、うん、みんなでねこのストラップを持って、うん、彫刻専門店ならではのこう、うん、サプライズプレゼントといいますかね。本当ですね、はい、すごい嬉しかったです。すごく嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな小島さんから皆様へメッセージをいただいておりますので、こちらをご覧ください。どうぞ。彫刻専門店夢アートの小島です。当店ではサンドブラストという技法を用いて世界に一つのオリジナルなギフトを制作販売しております。こんな彫刻ボトルも当店にお任せください。どうぞお気軽にご相談ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで小島さんがねおっしゃっていましたけれども、はい、茨城県ではまだまだこのサンドブラストという技術がなかなか知られていないというお話をしていたので、はい、ぜひこれからねこの技術をもっと多くの人に茨城県内でも有名になるように広めていきたいという話もされていらっしゃいました。はい、そしてなんとこちらのサンドブラストの彫刻体験もできるということで、はい、こちらのね夢アートさんの方にご連絡いただきますと、お約制で、はい、なんと自分でもね名前とかが彫れるって言ってましたよね。はい、あの、うん、箱のような機械にねこう手を入れて、はい、はい、私たちもね簡単にできるよっていうふうに勧められましたもん ね本当に本当にと思いましたよ。一応そうです、ね、はい、やってみたらねこう世界に一つですごく面白いかもしれない。はい、いかがでしょうか。はい、さあそしてですねこちらご注文する際にですね、まあ、お店の方に実際に通っていただいて、うん、お話をね打ち合わせして作ることもできるんですが、はい、遠方の方はですねなんとインターネットのメールとかでも注文が簡単にできるということですので、嬉しいですよ ね全国の皆さんにね、うん、こうご購入いただくことができるそうです。はい、そして改めましてこちらお店の情報ですね。はい、醸造所にありますこちら彫刻専門店夢アートさん、営業時間9時から夜の7時までということで、定期日不定休ということですので、うん、ぜひねチェックなどしてこちらお店の方にも足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、詳しくは夢アートで検索してみてください。はい、さあということで今日はね、うん、醸造所の方の彫刻専門店夢アートさんに、はいはい、お邪魔しましたけれども、うん、たくさん発見がありましたね。本当ですね、うん、本当にブライダルとかね、うん、あとこういろんな記念にもぴったりな彫刻専門店でしたので、はい、皆さん足を運んでみていかがでしょうか。以上、さちかとももこのハッピーチーでした。